はい、皆さんこんにちは。レックス専任講師の後藤でございます。今日は20年一次ベーシック講座の、企業経営理論、これの第1回、スタートになりますけれども、お話ししていきたいと思います。ユニットごとに、なってまして、この第1回は、1ユニット1ユニット、ユニット1から10までですね。大体、1ユニット10分から15分ぐらいで、お話ししていくという構成になっています。で、皆さん方お手元にはフォーカステキスト、あるいはレジュメもあると思うんですけれども、用意していただいて、適宜、メモしていくなり線を引いていくなりしていっていただきたいなというふうに思います。お話しする内容は特にこのベーシックで重点的に注意しておいてくださいというところは指摘してきますから、そこをしっかり、マークして、であとちょっと分かりにくい、ような部分というのがたまにあるんですけれども、そういったところを少しこう簡単に、分かりやすくお話しするというようなことで進めていきたいというふうに思います。ということで、早速この経営講義、企業経営理論の講義の全体なんですけど、6回やるんですけれども、試験の領域っていうのは3つに大きく分かれてて、戦略論、組織論、マーケティング論と。で、この講義も大体3分の1ずつやりましょうということで、今日はその戦略論の1回目、前半部分というふうに、構成されています。で、この3領域なんですけどね、大きく分けると企業経営理論の大きな論点というのは戦略論と組織論というふうに言われていますけれども、で、戦略論のうち、後で、解説していきますけれども、比較的大きい会社であれば複数の事業というのをやってますよね。で、その複数の事業をこう大きくまとめていく本社的な機能、を果たすところ、そこのいわゆるトップが練る戦略、こういうのを全社戦略と言いますね。あと事業部長さんレベルで、展開していく事業ごとの戦略を事業戦略で、事業戦略っていうのは結局、その中にものを作ったり生産戦略ね、それから、販売マーケティングやって販売したりといったようなこう機能別戦略っていうのがね、あるわけですよね。研究開発戦略とか、そのうちの特にトップの関与度が高いのがこのマーケティング戦略と言われるやつで、これは機能別戦略の一環なんですけれども、機能別戦略が戦略と組織が父親と母親だとすれば、機能別戦略ってその子供ということになるんですけれども、その中でもやっぱり長男にあたるようなのがこのマーケティング戦略、非常に企業全体の戦略の中心に位置づけられるような内容を持っているということで、このマーケティング戦略だけは、例えば生産戦略なんかは運営管理というところにこう入っているとかね、言ったような形で、で店舗販売戦略っていうのも運営管理に入っているんですけども、どうやら販売戦略よりもこのマーケティング戦略の方が兄貴分というような感じかな。こんな感じをこう、持っておいていただいて、大まかにだんだん勉強していくと、なんで販売とマーケティングって違うのみたいなのが分かってきますから、はい、こんな位置づけから、一つ、とりあえず戦略論を、見ていきたいと思うんですけれども、で、戦略論でもいくつかの分野に分かれているんですが、その第一分野、このユニット1で展開するところの内容は、今そこにありますように、大体ここでこういう論点でテキスト書かれてて、でそれについて
喋りますよという画面が必ず出て、私の汚い顔が、見れるようになったんですけどもね、まあ、その後は大体あのレジュメのテキストの内容に即した形で、テキストのマーキングなんかを画面に映しながら私の場合は進めていくと。あの他の先生方はもう全部画面に出ずっぱりっていう先生もいますけどね、まあ、私はあんまり出たくない方なんで、まあ、でテキストでしっかりと、まあ、論点を探っていくっていうような形をしてみたいと思います。特にこうここマーキングしてくださいねというところをね、実際にあのテキストで示していきます。例えばこういうふうに、まあ、これ7ページなんですけどね、まずはこの戦略策定の基本プロセスやりますよというような形で、まあ、テキストを見せていきながら進めていこうというふうに思います。でまず、この第一分野、まあ、皆さん方のテキストでは、4ページから、入るこの経営と企業活動という、まあ、導入部ですよね、のところで、まあ、あんまりここがズバッと出るというのはあんまりないんですけども、まあ、これから学習していくに際してのまあ、大きな見取り図っていうんですかね、みたいなのをここでちょっと示していこうかなということで、でこの中でも特に重要なのがこの戦略策定の基本プロセス、ユニット1ではここを押さえていこうかなというふうに思っています。で次のユニットではこの、まあ、経営計画っていうんですかね、まあ、戦略と計画の考え方っていうのは、まあ、この後お話しますけれども、まああまり世の中の変化が大きくない時代というのは経営計画という言葉で全部ひっくるめられていたんですけれども、何ていうんですかね、一直線的に環境があまり変化しないで、まあ、経営が一直線的に流れていくというような時代には数字で5年後だとか10年後の目標を立てて、でそれに沿った形で計画を立てて粛々と実行していく、これで良かったんですけれども、まあ、非常に変化が激しい1970年代あたりから、まあ、特に我が国でも変化が激しくなって、なかなか思った通りに、進んでいかないわけですね、環境がね、まあ、そういう意味ではその環境変化に対応していくための方向づけっていうんですかね、まあ、そういうのが必要になって、まあ、数値的な計画の前に企業の方向性だとかね、まあ、そこに達成するための手段だとかっていうのを、まあ、十分考えていきましょうということで戦略っていうのが、想定された。で経営戦略の定義っていうのはもう非常に多種多様でしてですね、大きく言うと長期的に企業の方向性を司るものだというふうに捉えていただければ結構だと思います。で試験も圧倒的にこの戦略に絡んだテーマが、の出題で圧倒的に多いんで、まあ、そういう意味から言うとこの戦略重視という感じの、まあ、あのテキストの作り方になっていますんで、まあ、その多少、ね、経営学一般とはちょっとズレがあるんですけど、これは試験の傾向がそういうふうになっているから、まあ、限定されたテキストの中でやっぱり出題に多く出題されるものの方を重点的に書いていくためにこういう構成になっているんだっていうところもご了解いただければよろしいかなというふうに思います。はい、それでは、まあ、次にこの経営計画の種類っていうところに行くんですけど、その前に、経営戦略策定の基本プロセスのところをテキストで見ていきたいと思います。7ページを見ていきたいと思うんですけれども、まあ、戦略を、まあ、策定する場合、まあ大体、このここですね、まあ、まあ経営戦略の意義っていうことになるんですけれども、まあそうですね、これが1、まあ、論点なんていう時にはこういう鍵括弧で、示していきますから、まあ、そういう論点を外さずに見ていっていただきたいと思います。
で、まあ経営戦略立てる際には、経営者の理念やビジョンを前提に、ここですね、絵で言うと。だから、経営者の意思だとか社長の夢だとかね、あるいは経営哲学だっていうふうに言う人もいるんですけれども、まあ、松下幸之助さんなんかは世の中に水道経営というね哲学を、持ってるでしょうけれども、まあ、世の中にあまねく水道がひねればジャーッと水が出るように、さまざまな便利な、家電を投入していって、まあ、幸せになりましょうというね、こういった、理念のもとで、まあ、大衆的な白物家電なんかを中心に、事業を展開していた、まあ、今のパナソニックですけれどもね。でこれに基づいて、まあ、ここに定性的な定量的な目標というのを、まあ、普通は置くんですけれども、この、目標を達成するために、まずは内部外部の環境分析、まあ、現状認識ですよねをして、で特に、環境の与える機会と脅威とかね、いうのを分析する、これ OT 分析って言うんですけども、外部の分析、企業を取り巻く外部から内部の自社の強み、ストロングポイントとウィークポイントですね、まあ、ストレングスだとかウィークドネスなんていうふうに言いますけれども、でここから戦略案を創出し、ではいろいろ代替案というのはいろんな案を考えるということですよね。でその中から、ある戦略を選択して、で、それを実行し、でレビューして、例えばこれで経営資源が足りなかったんであれば経営資源に戻るとか、内部関係分析戻るとかね、はい、あるいは、妥当な戦略案の創出、まあ、選択とのところに戻るとかいったような形で、まあ、検討すると、まあ、いう感じになります。で、まあ、この戦略の実行のところが、まあ、先ほど示した経営計画を具体的に策定していくレベルっていうのかな、まあ、特にここまでをプランとして、で実行するのが Do ですよね、そして見直しのレビュー、S っていうんですけどね、 C、それで、もう一度計画策定に入るといったようなサイクルを回す、これがマネジメントサイクルということで、この後お話しすることになると思うんですけれども、で特に先ほどちょっとお見せした経営計画っていうのは、このプランのところを具体的にどうやって、まあ、例えば数値目標等で明確にさせるか、だからどちらかといえば戦略っていうのはそういう意味ではこう、まあ、もちろん定量的な分析もやるわけなんですけど、それよりもこう、企業の方向性っていうんですかね、というところの青写真みたいなのを描くっていうところが結構大事なところで、でここが実は先ほどちょっと見ましたように少し階層的になってるんですね。この全社戦略、とか事業戦略とか、でまあ事業戦略の下に機能別戦略っていうのが入ってて、で今の実行計画ですね、プランドゥーシーというところの経営計画のところにこう降りていくと、まあ、こんな風に戦略の関係捉えておいてくる。で計画って昔言ってた場合、この戦略なんかも全部含めて計画機能っていうかな、経営計画なんていう風に言われてた時代もありますんですけれども、今はどちらかといえば経営計画ってこの実行計画のことを言い、まあ、戦略っていうのはその前の大体、青写真描くところですかね、のことを言うようになったっていうふうに、まあ、捕まえておいていただければよろしいかなというふうに思います。はい、ということで、今言いましたように、策定された戦略をもとに、経営計画、実行計画ですね、策定されてマネジメントサイクルに基づいて経営計画が実行されることになりますというお話をして、これは次のユニットで、まあ、お話しすると。ということになります。で、その前に戦略の階層というのを、ちょっと一応今もちょっとお話しましたですけれども捕まえていただきたい。複数の事業部を展開しているところは、に関してはその企業戦略
前者戦略とも言いますけれどね、はい、で、まあ複数ある事業の中で、どの事業に注力しどの資源を投入するかを決める。で、事業戦略っていうのは個別事業単位で成果を出すために自社が強みを持てる領域を選択します。で、そこでまあ、具体的に競争相手と戦うわけですね、強みを生かしながら。だから事業戦略の内容っていうのは大体競争戦略的な内容になるよというようなことで、理解していただけると結構かな。で、まあこの第1回はどちらかといえば前者戦略、企業戦略についてお話しして、次の第2回はどちらかといえばこの事業戦略ですよね、についてお話しするというふうな構成になっておりますので、テキストも大体まずは今前者戦略が入って、でその後58ページあたりからですかね、事業戦略の内容に入るということになっています。で、機能別戦略は各事業の製造や営業といった企業ごとに何をして何をしないかを選択し実行していくというような、まあある意味ではこう企業戦略は事業戦略で描いた方向性だとかやり方を、まあ実際にどういうものを開発し、どういうものを生産し、まあどういうふうなマーケティングや販売営業をやっていくかということを考える、まあこっち側の方が、こう上で与えられた方向性や課題を、戦略課題を下の機能別戦略で解決していくっていうふうな、具体的に実行戦略として展開していくというふうに考えておくと分かりやすいかなというふうに思います。ということで、やっぱり二次試験にでは4つ事例があって、まあ、ほとんどがこういう戦略の考えをまず出して、でそれを解決していくために、事例が4つあるんですけども、事例の1では組織人事、次の3回目以降のテーマですけどね、でのまあこれも一つの機能別戦略に近いんですけれども、という形で解決していく。それから、事例の2っていうのはマーケティングですよね、まあ今回の企業経営論に入っている機能別戦略で、戦略課題を解決していく。から事例の3っていうのは運営管理の中の生産戦略ですよね、それで、まあ課題解決していく。それから事例の4っていうのは財務戦略ですけども、これは財務会計で扱うさまざまな財務戦略とか財務管理、まあこういうもので解決していくと、まあ、こんなふうに、理解していただけると、この戦略論というのはそういう意味では全てのこう何て言うんですかね、戦略課題の元締めみたいな感じで捉えていっていただければよろしいかなというふうに思います。今映っているのは次のユニットが映っているんですけれども、じゃあ今ユニットは、これで終了します。